うわぁ、え、ドマハト、うわうわ、え、あ、ボスだ、ラスボスだ、マジか、本当にラストじゃないこれ、うわぁ、変身するわけもなくこのままやんの、おばちゃん切れとこ、これ入れるかな、お、音楽めっちゃかっこいい、あ、いけない、いけない、本当音楽かっこいい、トーテムかな、で投げるのかな、トーテムして投げるんじゃない、3段だ、投げていい、いいよ、はい、あ、ここね、はい、ちょっと待ってね、これ、これがこうす、はい、で、あれ、え、ストップ最悪、キヨかな、あ、キヨだったかな、電池が切れてるそれでは皆さん次回作でお会いしましょうよっしゃ、行きましょう、帰ってきた、さっきの感じで、はい、あ、ごめんなさい、はいおい、貴重なハート、はい、で、はい、食らっていいよ、でも俺が、あ、切る、あ、いいよ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 、あ、はじかされた、で、俺もう一回フジの中にいるよ、はい、はい、待て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 、はい、え、ちょっと、あ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 、僕やばい、ハート、ハート、ハーティスト、ハーティスト取って、ハーティスト狙われてるよ、ハート取ります、そっか、赤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 、あ、そうだ、コウスケを入れちゃダメだ、ダメだね、あれ、あれだもん、あ、なんだよ、あれって、あれだから、いや、コウスケあれでしょ、お前がで、俺狙われてるから、俺こっち行くね、はい、待て、ユナがこれ来て、いいよ、いいよ、で、今、コウスケ、僕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 、オッケー、助けて、オッケー、藤田さん、じゃあいいか、助けて、おい、あ、早く、あ、いや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 、俺だ、待って、早く行っていいよ、俺時間稼ぎするわ、オッケー、取った、いい、はい、おい、おい、待てよ、頼むよ、待て、早く、早く、待てよ、待てよ、オッケー、お、終わった、クリア、ちょっと嫌なとこに俺いる、俺嫌なとこにいる、俺嫌なとこにいる、え、服変わった、ちょっと、本当だ、おしゃれだ、あ、危なかった、どうする、これはどうすんだ、これあれだ、今までのゼルダシリーズだ、今までのゼルダシリーズでしょこれ、うわー、キヨこれ今までのゼルダシリーズの跳ね返すやつでしょこれ、あ、そうなんだ、こんな光のほら、赤、赤、はい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 、すごい、死ぬんかいしかも、ね、しかも、いたただなはい、フジオッケー、緑オッケー、いけ、いいよ、ナイス、キヨ、はい、ナイス、はい、俺か、あ、すごい食らう、よし、いけ、いけ、はい、よし、いけ、あ、俺だ、危ない、コースケ、いけ、うそ、食らえよ、はい、タイミング返して、タイミング、タイミング、タイミング返して、あお、あか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 、タイミング返して、はい、いやー、食らった、今だ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 、キレ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 、はい、キレキレ、あら、当たんない、あら、タイミングよく返そう、タイミングよく、そうだね、これ面白いまだやんの、フジオッケー、嘘、あ、俺食らっちゃう、ちょいちょいちょい、面白いね、ラストだぜ、面白いね、最後来るよ、俺だ、うわ、俺に任せとけ、最後いいよ、よし、あ、どうした、切ろう、うわー、え、いった、一発で、一発、あれ終わったんじゃない、え、終わった、うわー、小林幸子さん、小林幸子出てきた、小林幸子を叩き切るのか俺ら、え、何この色、許されるのか、これ赤じゃなきゃ取れないとかかな、じゃない、オッケー、こうして2人か、そうだな、俺がコースケ持った方がいいのか、ちょっと待って、一回フジ俺乗っけてみてくるんで、ああ、いいね、はい、あ、これみんなで行かなきゃダメだ、これ段になってる、そうだね、おい、そう、ここだ、これ、だから俺が持った方がいい、そうだね、あ、ここ、俺はコース持って、はい、で、9時、
はい、おっと、そうそう、俺そんなに責任重大なの？だいたい上になるの俺なんだけど。天子さん全く見えないでした。するな、よきよ、はい、いや、無理やった。あ、三段でいきなり行こう。これ誰？一番上赤かな。青か赤。はい、あ、でも俺が、はい、俺のこと投げて、あの青の方がいいかも。俺のこと投げて一番上が、あの、富士。だから、キヨが一番下。俺のこと持っ、あ、違うよ。俺が最初、富士持って、ね、で、下来てるかもしれない。いい？で、それで俺の緑のところに投げればいい。あ、はい。で、こうでしょ。あ、お、あ、終わっちゃった。申し訳ね。コスケが直接今富士を投げればよかったんだよ。うん。いきなり3段目に。あ、そうかそうかそうか。そうだと思う。だから、いちいち2段階しなくていいのか。そうだね。一気に一番最後の人のところに傘を。やっちゃっていいんだね。あ、申し訳ない。はい。あ、いけるね。あ、いけるいけるいける。オッケー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 。いけるわ。直接いける。投げていい？よし、どこ、いいんじゃない？お、いいね、これ。いいよ、いいよ。で、富士通ら逃げよう。あー、はい。頼む、逃げよう、俺らは。あ、折れちゃった。危ない。でも次、誰でもいいよ。赤でいいか。そうだね。戻ってきた。いや、緑の方がいいんじゃない？戻ってきて。あー、いや、これやめた方がいいと思う。電気が来る。そうね。あ、うわぁ、何？天候が、ちょっと、うわぁ、危ない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 。で、あー、いや、これ電気来るんじゃねえか。あ、うん、あ、いけ、あ、OKOKOK 一回ブラッシュでかい。あー、これ、あべ電気ね。で、この後来るよ、光の風景。はい、来るね。あー、怖い、は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 い、なになに、これどうしてる、なにあれやってる。そう、ここにいれば、結構待って、待って、よし、オッケー、赤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 、はい、あ、待って、赤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 、はい、はい、上の赤で投げて、ダメか、OK、やめよう、解消しよう、これは時間を見よう、次にしよう、うん、あ、固まっといていいんじゃない、うん、っていうか、うわー、これやばい、これやばい、マジか、マジか、マジか、あぶねえ、いや、そこダメじゃんねここじゃダメだ、ここダメでしょうね、いいよ、いいよ、いいよ、はい、ちょっとさっきからなんかカプついてるのが怖いよ。ああ、傘食らった。ブスって電撃じゃなくて、ね、電撃じゃなくてブスってそうなったの。そうです、だらしかもね、うん、傘多分ダメージなんてないから。いいね、いい光が。ほんとそのおー、なになにちょっと上がったよ。何？え？今日危ないよそこ。はい。何これ、もう終わったんじゃないの、もう。もう終わっ、終わってもう。終わった。あ、怖い。もうやだ。これもういいよ。もう終わって。やだもう。もう見えないもん。前はね。これ乗るのかな、これ。これ乗るんでない？そうだそうだ。そして。見て。あ、ここでトーテムだ多分。トーテムだ。じゃあ3人とも乗んなきゃダメだ。あ、なるほど。でも3人乗れなくない？ 3 人ちょっと固まろ。確かに3人乗れなくない。だって1人投げてるでしょ。うん、こうてもして、あ、乗れるわ。一番下にあの傘が降りてる時に自分の色のところがあれば乗れる。3人こうてもして、あ、3人とでもしとけば、3人とでもしとけば、俺責任重大。責任重大。でも、いや、でもね、俺が下じゃない方がいい。リアルに、あの、でも、乗れるの。で、来て3番、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 イエーやっとだ。やったぞ。疲れた。リアルに3時間ぐらいかかったぞここ。切り刻め。切り刻め。クソボケ。この私が。
お姫様のあんたたちもダサいやつら同士仲良くしてたらいいだわよ。もうあんたたちに関わるのはゴリゴリだわよ。デレブだ。バーガーもう二度と会うねお前。やったー、やったねー、やったね、やったもう超つらかった。もういいよ、本当にもういい。よかったー。じゃあ最後キヨさんが一番上のトライフォースに。はい。やんでだよ。本当に。ああもうこれも投げないのかよそこは俺を。ちょっと怖いから。な結局投げんのかよ。あと2回投げたらどうする。本当にやめてかもしれない。もうね多分本当にビンタする。よーし。さあ。やっとだー。あるよこれ。落とすね。せーの。お、妖精もどきだ。やった、妖精だ。妖精ではないよ、もどきだ。もどきだ。だから違うよ。え、あ、これで。あれ。ああ、レディーパラスこれで揃ったよ。レディーの服？うん。そうだね。ガガの服揃った全部。揃った、ガガ揃ったな。うわあ、これでじゃあエンディング？そういうことになるね。天界の神殿クリアー。イエーイ。やっと超えたな。本当に時間があったわ。そうだね、最後まで。超えたね。超えた。領収書も取って。完璧だ。ね、いやー、ほんとつらかった。でもすごいと思うのは、コウスケがアレナ服を着たままクリアしたんで。そうだよね。実は俺アレナ服なんだよね。そうだね。ずっとアレナ服だったね。ね、なんのこだわりか知らねえけど。何ですか。あれあれ。これ戻ればいいんじゃない。いやこれはね、だから俺が解散してキヨの画面で見ましょうか。あ、そう、了解しました。できたー。うん、あ、俺が蹴るの。そうだよ。うわーこんな頑張ってこれなんだ。早く行けよ。何やしてるの。左ですね、曲がって。そうだね。うわー、あ、え、え、いや、まさか、もしかして陽気か。それがマダムを連れ抜くか。ああ、いいんじゃない。知らなかったとはいえ、マダムの気持ちを考えると胸が痛い。しかし今は姫様のことは最優先、すぐにでも王の家に向かってもらいたいところを一言だけはしてほしい。ここまで本当によく頑張ったな。これ嬉しいね。嬉しい、うん、ゲーム側から言ってもらえるの嬉しいね。我が隊から夢を救う勇者が出るとは司令官としてもこんなに。でも勇者こんな服着てんの。そう、ね、ありがとう陽気。やっぱ俺なんだね。やっぱ俺だったんだね。俺のやつだったら俺になるし。そうだな。さあ、うわ、お、来た、一気に飛んだ。そうだ、王様ね。おお、来た王様。それがレディワンピか。事情はマダムから聞いて、よくぞその服を作ってくれた。そなたがいなかったら私の魔女の命を奪うところであった。いろいろと話を聞きたいところだ。まずは姫の呪いを解いてからだ。さあフリル、怯える姫はもう終わりだよ。フリル姫、可愛いけどねこれ。まあそうだね。陽気よ。お好きだよ。ぜひ姫よ、姫を早く。それは別に俺も嫌いじゃないの。よろしくお願いいたします。これ本当エンディングシーンですかね。これエンディングシーンですよ。あらー。かわいい。あら、かわいらしいね。ね。うわあ。でかっ。戻った。おお、お姫よ。お、ヨッキー様、フリルはフリルは元の姿に戻ったんですね。そうだよ。フリル。お父様。お父様。おお、フリルよ。もっとそのかわいい姿を見せておくれ。お父様。でもお父様。はい、このことをみんなに。おう、そうだな。では、祝いのセレモニーを開こうぞ。おう、もっとよくその顔を。うっせえな、お父様、お父様。もちろん、そのあたりも出席してもらうぞ、陽気よ。陽気さん。やだよ。陽気？いい、ね、あ、みんなのもの、長い間、触れる姫のことで心配かけてしなかったな。お父さん、お父さん。ここにいる勇者、陽気におり。はい、はい、はい、はい。魔女の呪いは消え去った。ありがとう、どういたしまして。もう呪いに怯える日々は終わったのだ。ありがとう、ありがとう、okay. ありがとう、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 お父さん、ありがとう。
お父さんありがとう。さあ、みんなでこの勇敢の青年を叩いようではないか。さあ、叩いたまえ。国の危機を救ってくれたトーテム勇者として、謙虚さがどっか行っちゃった。足りないぞ。どうだ、陽気、世のトーテムもなかなかであろう。低いな。え、誰、私の風しますぞ。あの人だ。誰、あ、来た。おお。おお。さあ、お父様、お陽気様。これがエンディングシーンで、よろしいですか。そういうことですね。これがエンディングです。あんだけ一緒に旅した、あんだけ一緒に旅した他の色は。そうですね。国民少ね。あれ、藤戸康介いないけど。最初からいねえ。終わったお疲れ様でございました。お疲れです。いや、なんかさ、はい、今思ったけどさ、はい、最近エンディング画面で見てなかったなと思った。あ、本当。だから他のゲームさ、やっててもほら、今俺らがやってるようなゲームってさ、あれじゃエンディングがないようなゲームばっかじゃん。はい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 、ね、なんか久しぶりになんかそうだ、ね、こんな感じで一個しっかり終えたって感じだね、うんうん、達成感はありますな。はい、いや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 、どうでしたか。どうだったかと聞かれたらっけね、俺はね、あ、まあでも楽しかった、このゲームは素晴らしかったんだけど、けどあれの服がね、あったやっぱり、おいおい、納得がいかないと。あれさ、こだわってのコースだけじゃねえの。おー、ついに言ってしまいましたね。俺別に良かったもん、最後までするおい、いや、あれいらないだろ。おぉ、あれのせいでさ、喧嘩か、1時間ぐらい住んでたものを3時間かかってた。確かにな、その面もある。そうそうそう、こっち時間ないって言ってるんだ。はい、スパイスだろ、それが。ああ、確かにスパイスの面もわかる。実況動画だよ、攻略動画じゃないんだよ。はいはいはい、そうやってあれな服着てるぐらいがいいんだって。ああ、その言い換えもわかるね。効率もあるだろ。そうだね、効率とかじゃねえだろ、ね、俺らにはさ、24時間決められた時間があるんでしょ。ああ、それもあるね。時間が決まってるから、ね、24時間決められた時間ってなんだよ。そんなの、その中で、その中でどう俺らが使っていくかさ、なんか効率よく行きたいじゃん。うん、それもわかるわ。なるほど、それって効率中なのか。そうだよ、そうだね、効率もいい。そうだね、大事だよね、効率中なのか。お前、そうだよ、お前みたいなな、効率悪いやつは違うんだよ。誰だよお前。なんでお前このだろお前。なんで忘れてるんだろお前。なんで忘れてるんだろお前。俺の中でやってるんだお前。バカバカ言えよ。それもわかる。誰とも何も言ってないのに。それもわかる、うん、言葉で言ってないのに。いや、でもあれだって言われてる。でも面白かったですよ。俺も一個言って、うん、これ皆さん見てるかと知らないと思うんですけど、うん、これ撮り終わったんですね、コウスケの富士山ですね。全く会話しませんから。全然会話しない。すぐ帰る、すぐ帰る。うん、すぐ帰る。特にコウスケさん目も合わせない。本当だと思われちゃうから。俺の部屋に残った方がさ、もう片方の悪口をさ。あいつマジさ、聞かされる身にもなってほしいわ。まあでもね、喧嘩とか協力しながら。そうだね。うん、ね、このゲーム。そういうゲームだと思うよ。そうだよ、だからまたあいつあれの服着やがってよと思いながらも、最後一緒に協力して倒すべきだね。これさ、今一緒にいるからいいけどさ、はい、オンラインでやったらどうなんの。いや、難しいだろうね。絶対むずいよこれ。最後とかさ、誰行くとかさ、いや、わかんないよね。そう、だからやっぱゼルダ脳の人じゃないと。あー、そうだね。でもさ、今まで最後出てきた時でもボスってさ、あれじゃん、その今までのギミックの集大成だったじゃん。あー、そうだね。だからやっぱりそれをゼルダ好きな人だったらわかるじゃん、やっぱり最後は。まあまあ、そうね。俺らはほら時間空けてやってたからさ、ちょっと忘れてるとこもあったけど、うん、多分それクリアしたい人は多分ね、いけるんじゃないかなって。あー、そうだな。でもやっぱね、ラスボスとか、あんなにラスボス強いと思わなかった。今日どうだった？何が？このゲームやってみて。俺、うん、楽しかったよ。語彙力少ない。今日聞いてなかった。ああ、楽しかったよ、うん、俺はなんか全然その大騒ぎも喧嘩も協力も含め、うん、全部がこの3人のなんかゼルダの良さだなって思うから。コウスケがあれなく来たことも、フジが効率を求めることも、どっちもいい意見だなって思ったね。すごいいい人になった。俺はただ楽しいっていう時間を共有できたことが嬉しい。全部持ってくな、お前それ。ずるいよな。本当にずるいよな。本当ずるいわ。しくしょう。俺なんて怒って損してるだけじゃないかな。でも今回の実況はさ、結構さ、はい、なんだろう、実況ってこうさ、意識しなくてさ、うん、普通に楽しんでたよね。そうだね。そうだね。なんて何言ったか覚えてないもん。なんか無理やりボケたりとかもしたんですよ。そうですね。うん、これはちょっとした。
お前だけはさ。だってお前のあれだけで、一番最初の取れ高だけだよ。トライフォースって言うだけで。あ、ゼルダの伝説。最初のね。あ、最初のそうだよね。あそこだけだもんね、俺のゲームは。お、かわいい！あー！かわいいな、右上の屋根。あ！わ？なに？伝説の勇者。よーけー！いやー、終わったいや、楽しかった、楽しかった、うん、いい時間だった。じゃあ、終わりましょうか。いや、でもね、一言だけ言っていい？はい。ゼルダ出てきた？じゃあ終わりましょうか、はい、おでも俺みたいな勇者陽気よ、約束の褒美を授けよう、王の間で待ってるぞ。とりあえずまあ、これでタイトルよし、じゃあ終わります。はい、はい、以上、ゼルダの伝説トライフォース三重士。いやどうもどうも、今みんなの画面には黒い猫とかがいる、すげえ手抜きの何かが映ってると思うんだけど、説明します。単刀直入に言うと、チャンネル登録を良ければしてほしいんだよね。まずパソコンの人、パソコンの人はこの画面上部のチャンネル登録はここをクリックじゃーっていう、あまり面白くない分あまり面白くない分、ここから飛べばね、登録できるかと思います。次、スマホの人、スマホの人は、動画説明文のチャンネル登録ヨロップ、もうこれに至ってはつまらないこれに至ってもつまらない分なんだけど、そのね、矢印の横にあるURL、 そっから飛んでもらえればチャンネル登録ができるかと思います。それではチャンネル登録していただければ、俺の肘とかもな肘が治る気がするんで、別に怪我してないんだけど肘治るんで、よろしくお願いします。